僕視点。お父さん、恥ずかしいから。お父さ一緒に、早く離れて、近づいて、ん。お待って。父さん、恥ずかしいから。こうやって、こうやって歩くよ、こうやって歩くよ。こうやって歩く。そうそう。ミュージー、ちょっと離れて、友達と思われたら困るから。あなたに言われたくない。親あなたに言われた子と。くない。分かってる、ちゃんと着替えるよ。めっちゃほら、どう？これなの？あ、お父さん、いいね。いいね、いい娘、ね。歩いてくれる？よで、し、一花緒瓶はに。どこなんだい？花瓶のお店、こっちじゃなかったかな。僕はもうお父さん片付けるからどこ？やった。ここ？なんか、よこくの覚えて辺るにね。なんか置いてよくない覚えかてな。るね。ほ花瓶。らほら、花瓶置いてるから。花瓶そう置いてそうるから。そうそう。こもうれこれが欲紙し取いろうよ。よ。紙と、これ置こうよ。お父さん。お父さんあれしてるんだよ。スカイダイブしてるんだよ。万引きスカイはダイダブしメてる。だ。めっちゃ いや、スカイダイブしてるから、もうスリの技術がもう上達しとるでね、もうね。お父さん、ほら、万引きはダメほだっら、て。万引き？違うよ。お父さん。レジを通してないだけだよ。それを万引きって言うんじゃよ。ちょっと娘、あなたに、かん、まん、まん、みょち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 、見てて、みょち、見てて、行くよ。何？店員がちょっと目をそらして、ちょっと店員のヘイト買っといて、分かった。ちょっと店員の目をそらしといて、ウいい、ィよし、どれが欲しい、どれ、これが欲しい、これ。ちょっと店員の目をそらしといてくれないかな。宮地、僕これが欲しい。なんかディビジョンみたいだな。宮地の髪の毛のオレンジの良さが全部ね、それさ、なんか入院して退院する、なんか似合うかな、お父さん。いや、なんかちょっと髪の毛が出てないね、宮地。ダメだね、全部入れちゃダメだよ、髪の毛。